はい、どうも、関根さくらたつです。きょうです。おぎです。どうも、おぎです。はすけんです。今日のこのメンバーを見て、なんか気づくと思うんですよね。ここでなんか分かれてるんじゃないかっていう。いや、結合しますけど結構ズボン、ズボン、水素結合。陽キャが本当にね、女子のこと分かってるかどうかわからないわけじゃないですか。というわけで、本当に陽キャが女子のこと分かってるのか、クイズをしていこうと思います。まあ余裕やろ、余裕。覚悟しなさい。いきます。デート、待ち合わせ時間に起きちゃった彼女、彼氏が取るべき行動は。待ち合わせの時間に起きたってこと？彼女が待ち合わせの時間に起きてしまう。つまり勤務ってことやね彼女どうや A、 彼女の家まで迎えに行く、うん、B、 時間管理方法を教える現実C、 近くのカフェなどで時間を潰す、うん、D、 待ち合わせ場所でしっかり待っている。もう彼女の家が待ち合わせ場所とどのくらい離れてるかとかによる。まあ夜なのワンチャン彼女の家の前が待ち合わせ場所。せーの、はい、ドンドン。まあ、本当は本の中で選びたくなかったけどな。まっ、あ、さやな、うん、答えは。発信的にはどうした？え、もう帰る家でスマブラするもうそんな、うん、僕はちょっと右には、ま、A ですね。待ってるより自分が家に行った方が早くなるじゃないですか。やば、陽気や。これはこれが皆さん模範解答です。陽気や。俺は基本 C ですね。待ち合わせ場所によっては D の可能性もある。待ち合わせ場所が普通になんか時間潰せる場所やったら。ちなみに彼女と待ち合わせで待ったことあるん？まずあの最初の2文字目から聞いたことのない単語しか入ってこない。正解は C の近くのカフェの上に行きます。そういうことやねんな。まあ、え、彼女に気を使わせない方法です。どうだいや、気使わせるとか言ってるじゃないですか。あの、遅れてるんですよそうなんや。そうなんや。恥ずかしさ、そうなんや。彼女の家の近く、最寄り駅とかのカフェとかで C A からの C とか言う。 A からの C で彼女と一緒に待ち合わせ場所に行く。それをしつつ時間の管理、時間の管理も共有すると。今度はあなたがデートに直接どうする？ A、 何分で行くっていう情報を伝え謝罪する。 B、 とにかくラッシュで行く。 C、 デート時間を夕方以降にしてサプライズする。 D、 待ち合わせ場所にバラを持っていく。もう残機の念に耐え難くなって人形にしとく。あるっすね。一斉の A かつ B です。そらそう。あのデートとか彼女とかそういう問題じゃなくて、あの人として持ち合わせるべき常識と思うやん。でも自動車教習所では B バスになんねん急いではいけない。車の急いでいかんやん。注意して徐行するな。正解は A。 やろうな、そらそうや。俺はでも正直夕方にサプライズってどんなやつやねん。ほんまにバカ。おきれちゃったドッキリでした。待ち合わせ場所に来ないドッキリ。即別れるよ絶対。どれぐらい好きと聞かれた時の模範解答は。それ理系に聞いたらダメなんじゃないですか。定量的に測定することが可能やから。そうですね。そう、愛の大きさの定義をまずしていかんといけん。心の準備をしないと。答えをせーの、どう、はい、まあ、まずは、あの多分、好きっていう表現はできないんですよ、普通の人間は。多分俺は聞かれたら、ちょっと間を空けてそこそこっていうところ。でも、端にそれなんかちょっと言いそう。いや、言いそう。キムさん、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 弱虫ペダルと同じぐらい好き。弱虫ペダル知らんのよな。そう、俺もあんま知らんのよな。俺は、じゃあ弱虫ペダルあんま知らんけど、そこそこ有名になってるぐらいのを選ぶことで、俺はこれが本当に好きなんだっていうのを伝える、うん、この素晴らしいテクニック。だから漫画以外の日はなかった。なんかキムがさ、どこが好きって聞かれてるシーンが思い浮かばんない。それじゃあ一回と再現するか。再現 VTR。 いや、我が家で。え今日もデート楽しかったね。私のことどれぐらい好き？弱虫ペダルと同じぐらい好き。私はそんなもんなの？いや、お前俺がどれだけ弱虫ペダル好きか知ってるだろ？聞いたことない。
まだ関係が浅かったか。ありがとう。まだ関係が浅かったか。ダメでしょこれ。これダメでしょ。これダメでしょ。私のどこが好きの模範的な回答は。うん。で、一個ずつどこがどういう風に好きなのかを言う。うん、B 全部好きっていう、うん、C 性格的な部分を中心に、うん、D 動的な部分を中心に、いや、うん、あのね、いや難しいなこれ、なんか、うん、どこが好きとかじゃないです、その性格もその行動でさえもお前だから好きみたいな、来ていく、せーの、はい、ドンドン、 C やな、 C です、 B ですね、まず一個ずつ言うのは詰まったら詰むからなしでしかも多分これが好きって言える人って多分ほんまに好きではないと思うんですよ、雰囲気依存なとこね、あ、性格とか容姿とかよりも全体がちょっとずつ、ミクロに見たらそこはちょっと違う、これは今古典的に見てよくて量子的に見る人はないわけです、そう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 見たかった俺はどこが好きって言われて、うわこいつ面倒くさって言われて、とりあえず全部好きって言ってればいいかみたいな、ここって出せるようなもんじゃないよ、いやそうなんですよ、そう全部っていうリスクが1個あって、うん、え、じゃあ具体的に何って言って結果 A に帰着するっていうリスクを負う可能性があるんです、いや具体的に1個あげてって言われたらそれは多分いいと思う、答えは A、 これ違う気がするな、うわーこれもう一回再現やな、再現しよう、やめろって待って出ない出ないそんな出ない、今日のご飯どうだった、お味噌汁が美味しかったです、あれインスタントいや俺インスタント好きなんよ実は、私と一緒ね、ねえ待ってそこ共感されるかねえ、私のどこが好き、ねいつも晩ご飯を作ってくれるとこが好き、他にはご飯が美味しいところが好き他にはこれがデートに遅刻してきた時も予定の管理方法を教えてくれたら好き歯並びが綺麗でとても真っ白で、オッケーいいね、ポチリツイートまだやるこれまだやるの、問題なんて、彼女が2つのデザートで迷っているときに取るべき行動は、うん正解説あったやろ、正解説ありました、お笑い的にあったやろ今の。